では、それでは最後にですね、二次行列式と基本変形ということで、二次行列式をですね、この行列に関して考えるときに、この行列に対して基本変形を行うとどうなるかということを、ちょっとここでは、あまあ、直接計算でかる、すぐ分かることなので、えー、見ていきましょう。はい。すなわち、まあ、A という二次正方行列があって、X が何かこう基本行列、P2123 とか、9221とかですね、 そういったものです。急2 2 3とかですね。えあるいは R212 とか。まあありましたよね。そういうふうな基本行列だったときに、それを左からもしくは右からかける。つまり行に関して基本変形、列に関して基本変形を行ったときに、行列式の値はどのように変わるでしょうかということを考えてみます。で、まず、P2 型ですね。P 型ですね。P212K という場合ですね。P221K でも一緒ですけども、行に関して基本変形を行うとどうなるか。 左からかけるとどうなるかということをまず考えてみると、これはまあ、こういうふうになるわけですね。1行目に2行目の形倍を加えますから、CD の形倍が1行目に加わっています。で、これはもう直接計算しちゃうとすぐにわかるんですけども、AD-BC が、というふうになります。A たす KCD と、まあ要するにここ KCD と KCD がこう消えるわけですね。キャンセルして、これが元に戻る、あの元のやつと同じになるということですね。 でこれは、あの、列変形に関しても同じことで、えー、X が列,列変形の場合とか行変形、どちらの場合もですね、このように変わらないということがわかります。で、これはまあ、後でも言いますけれども、その先ほどやった、前回やりました二次行列式のまあ特徴付けというか性質ですね、を使うと、使ってももちろん出すことができます。はい。それから、えっと、Q2 型のやつですね。これはまあ、あの、一行目を全部、行の場合は、競売すると。 あるいは、列の場合は、1列目を全部形倍すると。と、ま、線形性がありますから、形倍、値が形倍になるわけですね。この旧型の場合は、この旧 21c とか、旧 22c とかの場合は、その c 倍に、あは、ここは k とかでも、形倍になるわけですね。はい。で、最後に入れ替えるとどうなるか。入れ替えるとですね、行が入れ替わるわけですけども、まあ、右からかけると列が入れ替わる。列が入れ替わると、交代性で、符号が変わるということをやりましたけども、行に関しても同じことで、実際符号が変わっています。ということで、この、 R 型の場合は符号が変わりますと。ということで、えー、まあ線形性、耐火性、交代性を使ってもわかる性質ですけれども、P 型の場合は行列、左から右からどちらからかけても行列式の値は変わらないと。それから、特定の行もしか列を何倍かすると行列式の値はその定数倍されると。まあ、これは線形性ですね、そのものですね。で、入れ替えると交代性で行もしか列を入れ替えると符号が変わるということです。 それでは最後にこの性質を使って、基本変形の性質を使ってですね、ちょっと変わった問題をやってみましょう。ある性質の計算をしようとしました。こういう計算ですね。こういう計算をしようとしたんですけども、電卓が手元にある電卓ですね。古くて8桁目しかないと。で筆算でやってもいいんですけども、まあ、ちょっと間違えてはいけない計算なので、どうしようということですね。手元にパソコンもないと。はい。で、この古い電卓しかないので、どうしましょうということを考えてみましょうということですね。 ま、これ、あの、この D を二次行列式として表して計算していくんですけれども、まあ、ちょっと解説始める前に少し動画を止めて考えてみてください。はい。それでは説明していきましょう。この D をですね、このような行列式の形で書いてみましょう。 はい。えっ、ー、と、まあ、あの、こっちを AD にして、こっちを BC にするは、こう、マイナスいらなかったんですけども、今ちょっと、まあえー、ま、えま、素直にこういうふうに書いてみました。で、ここでですね、行もしくは列に関する基本変形を使って、行列式の値がどういうふうに変化するかを注意しながら、えー、この数を小さくしていきます。小さくしていきます。で、8桁の電卓ですから、足し算引き算に関しては、あの、あるいは何倍かするという計算に関しては、まあ、できるわけですね。ということで、それをやっていきましょう。 でまず最初に1行目を2行目に加える。1行目を2行目に加えてみます。そうすると、これ24281と35138ですから、5桁同士なんですけども、まあ、差が9000、1万、1万ぐらいですね。1万ちょっとぐらいですので、数が小さくなりますね。ということで、ちょっとやってみます。そうすると、こういう風うになります。はい。で、どちらもこの2行目の数値が小さくなったことがわかります。 で、さらに今度は逆にこの2行目を使って、えー、上の方を基本変形で、行に関する基本変形で小さくしています。で、3倍して加えています。そうすると、こういう風になったんですね。えー、いいですかね。で、その次に今度は、またこの、こいつは大きいんですけど、これとこれの差が小さいんで、8290と1085 7ですから、1行目、2行目から引くとさらにごッと、どっと小さくなります。で、これを使ってまた小さくします。で、またこれを使ってこれを小さくします。 えっと、これは今違います。行じゃないですね。ここからここは、えー、列をやりましょう。えー、こうですね。1列目のマイナス4倍、2列目に加えるということで、今度はこっち、列変形でマイナス4倍加えると。そこうなります。こり、すごい3桁の173、754という、まあ最初の5桁から3桁まで小さくない。はい。この段階で電卓で一応計算できるんですけども、せっかくですのでもう少し小さくしてみましょう。このようになりますね。えー、っと、この、これは行ですね。 えっと、4倍して引いてるんですね。これ4倍してマイナス4倍して引いたら、行列式の値は変わらないと。で、さらに、え、今度は、また、これの2倍を引いてるんですかね。そうすると、マイナス2倍して、え、こう、変わらないと。44、うんと、またこれ引いてますね。マイナス2を引いて。で、え、最後、これが3こ、3倍して引いて、マイナス3倍して引いて、35、10になって。で、それまたこれ引いて、9、3が出てきてと。で、その9、3のこれまたこれ、 三倍、マイナス三倍して足して、こうなって、それたらま最後こうやって、計算できてしまうと。こういうことですね。はい。ということで、えー、まあ、行列式の性質を使うと、まあこういったでかい数の計算も、まあ仮に電卓がなかった暗算でやらなきゃいけないっていう時も、ちょっとこう、値をうまく、小さくして、まあ基本的にはこれはユークリッのご情報ということを、まあ形を変えてやってるわけですけども、 はい、ということで、まあえー、応用として、まあ、やってみました。